デニス・コロディンは、ロシアのサッカー選手。ポジションはディフェンダー。2000年、オリンピア・ボルゴグラードで、プロデビュー。ウラ・ライン・エリスタ、クリリア・ソベトフ・サマーラを経て、2005年に FC ・リナも、モスクワへ加入。プロデビュー当初は、フォワードとしてプレーしていた。その後、ミッドフィールダーを経て、現在は、ディフェンダーとしてプレーしている。 ディナモモスクワでは2009年シーズンまでは PK 及び FK のキッカーを務めていた。2010年シーズン以降は出場機会が減り始め、2011から12シーズン途中には FC ロストフへレンタル移籍していた。2012から13シーズンから FC ボルガニジニノブゴロドへ完全移籍。2001年から2003年までの期間には U-21 代表に招集され13試合に出場をした。2004年8月18日、リトアニア代表との親善試合で、ロシア代表デビューを果たした。UEFA ユーロ2008予選では、イグナシェビッチ、ベレズツキ兄弟のバックアッパーに過ぎなかったが、本大会では、固いディフェンダー陣の中心として活躍した。また、積極的な攻撃参加や、 ゴールから最大40メートルもの距離から放たれる超強力なミドルロングシュートも印象的だった。ありがとうございます。